はい、梅です。こんにちは、どうも。はい、今日はね、2022年の3月5日ですね。はい、昨日ですね、東京ディズニーリゾートの方からですね、複数日来園パスポートっていうのが発表されて、で、それの解説動画を上げました。でですね、その動画、おかげさまですごく再生もされてるんですけども、ちょっとですね、僕の方もね、それ説明不足のところがあったのと、あとですね、その動画のコメント欄で感想や皆さんのご意見などをいただいたので、それのレッスンも含めてですね、はい、今回これそのね、続きの動画になります。で、なので今回のね、この複数日来園パスポートって何、初めて聞いたよっていう方いるかもしれませんけども、そういう方はですね、先にそっちの解説動画の先に見てください。で、この動画はそのね、動画の続きになりますんで、先にそっちの方見てください。はい、こんな感じでディズニー夢チャンネルでは、ディズニーパークに関する様々な最新情報をお伝えしていますので、情報を取りこぼすことのないように、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、でですね、複数日来園パスポート、まあこれね、皆さんやっぱ不満点多いですよね。もう不満の方ばっかりで、大歓迎ええやんっていう方はですね、もうほとんどいませんでしたね。はい、近年まれに見るこの大不評商品ですよね。でですね、見てた中で一番の不満点はですね、やっぱりね、日付変更ができないっていうところですよね。もう日付がっつり指定なんですよね。で、昔の年間ね、昔の年間パスポートみたいにカジュアルに日付決めなくってね、フラフラーっとなんかね、気が向いたり行こうかとかですね、そういう風にカジュアルに行けるようにはまだなってないんですよね。で、パークの方がそういうふうにまだ戻ってないので、なのでカジュアルにフラッと行けるようにはやっぱね、まだまだ時間がかかると思いますよ。やっぱりその日付指定っていうところにね、ちょっとなんだよそれって言ってる方もいると思うんですけども、気持ちもわかるんですけども、まあやっぱりですね、まだこの感染症対策、このコロナ禍、まだね、騒ぎが収まってないので、やっぱりですね、この入場者数の制限、このキャパシティコントロールっていうのはやっぱりまだね、自治体とか国からやっぱりまだね、要請とか強く言われてると思うし、あとはこの入園者、インパークのこのゲストのですね、それぞれのこの個人情報ですね、住所とか名前の登録っていうのもね、まだ必要ですので、でね、これはね、感染症対策でまだね、現段階のルールではまだこれ絶対に必要ですので、まあ普通にね、カジュアルにね、フラフラーっと行けるように、まあね、運営の方がそうしたくても、まあこのルールはですね、この感染症対策でこの自治体とか国から要請されてることですので、まあ、なのでこの入園者数の制限、キャパシティコントロールする必要がありますから、やはりこの事前登録はまあどうしても必要になると思います。なので前みたいにカジュアルにフラフラっと行けるようにね、になるにはまだまだちょっと時間かかると思いますね。なので事前登録必要っていうところはね、僕はその辺まあ同情というか、まあ仕方なくやってるところもあるので、僕はそこはまあ仕方ないと思ってます。あとはね、クレジットカードが使えないっていう意見もありましたね。で、クレジットカードはですね、これやっぱり運営はこれ運営ね、オペレーションしやすいんだと思うんですよね。さっきも言いましたけど、今入園するのにこのパスポートにですね、住所と名前の登録とかが必要なので、で、クレジットカードを持ってるとね、クレジットカードからだとそれって、ね、絶対に紐づいてるので、なのでオペレーションしやすいと思うんですよね。まあ、なのでクレカ1000倍だと思います。なので、まあそこも今このコロナ禍の中でこういう特殊な運営をしてるから、まあ仕方ないですよね。なので昔みたいに現金でね、さっと買えるようになるには、この今回のこのね、感染症が収まらない限り、みんなのこの騒動が収まらない限りは、まだまだこのオペレーション続くと思います。まあとはいえですね、この日付変更もできないと、キャンセルもできないって、やっぱこれ困りますよね。だってね、この日付変更できない、キャンセルできないってなったらもったいないから、これ行くしかないじゃないですか。なので日付変更とかキャンセルできないチケットって、これ非常に今
使いにくいですよね。でこれアメリカでもですね似たようなシステム、今ね年パスにほぼ近いシステムがありまして、でマジックキーっていうんですけど、まあこれもね別の動画で解説してるんですけども、このマジックキーっていうのもですねこれ事前登録いるんですよね。なのでこの日本の今のシステムとちょっと似てるんですよ。でマジックキーはですねこれね前日までこれキャンセルとか日付変更無料でできるんですよね。で当日のこのドタキャンの場合はこれペナルティがあって、そういうゲストは一定期間次の予約ができなくなるみたいな、そういうペナルティがあるんですよね。なのでこの今回のこのパスポートをね、この複数日来園パスポートもやはりこのコロナ禍の中でやる以上はやっぱりね日付変更とかねやっぱできるようにはしてほしいなと思いました。ちょっと強引というか強気の商品ですよね。なのでここは皆さんの気持ちもわかります。ちょっとこれ買う気なくなりますよねこれだとね。あとはね入園可能時間が10時半、このね開園から行けない10時半からかよっていうところでここで不満を抱いてる人も多くて、これはね僕はちょっと驚きましたね。10時半っていうとこやっぱ皆さんねこだわってるというかね、朝から行けない、開園ゲートから並べないっていうところがね不満っていうのがね結構多くて驚きました。中にはですねグッズ戦争とか降りてね興味ないっていう方もいるし、あとアトラクションもそんなに興味ないと、でこのショーとかパレードに見たい、まあ、ショーは抽選っていうところも割り切ってると、あとはグリーティングノラグリーが会いたいとかね、まあそれがメインっていう方もいるので、10時半っていうところは僕はそんなにね別に縁やないって思いましたね。じゃあ梅お前じゃだったら買えばええやんって、何買わないって言ってんだよってそう思う方もいるかもしれませんけども、僕はね10時半でもいいと思ってるんですけど、それでもねこのパスに魅力を感じないのはこれねぶっちゃけ高いからですね。これね月2回しか行けなくって、で3ヶ月で計6回でしょ、でそれで10時半からしか入園できなくって、それで44,400円、これはね高いからです。なので月2回計6回10時半っていう、そこは僕は納得してます。ある程度ね。でこれがですね44,400円じゃなくてさらにその半額の22,200円とかだったら、もしかしたら僕ねこれ多分買ってると思いますね。だってそしたら半額だからね、これ6で割ると1回3500円ぐらいなので、まあ、そしたらね今のワンデーチケットの約半額ぐらいだから、まあ、そしたらね、10時半でも半額ならまあええかっていう風に納得できる方多分いると思うんですよね。でね10時半からだったらねグッズの発売日なんかじゃ使えないし、あとスタンバイパス間に合わないやんってね、まあそういう方はごもっともですよね。なのでそういうここ一番のこの決めたい日に関してはワンデーチケット買うっていう風に、ね、それでインパークしてそれで流していいやとかね、そういう時にこういうなんか安いこういうチケットでインパークっていう風に使い分けすると思うんですよね。なのでこれだったらこの仕様だったらもっと安くして欲しかったなって思いました。なので10時半っていうところに関しては僕はそんな怒ってないですね。であとね平日限定で、これもねこんなの使えないって怒ってる人もいましたね。まあね土日しか休みがないと、で平日なんて有給なんて普段取れないよ、そんな月に1回も有給取れっかよって、そうやってね不満をぶちまけてる方もいましたね。まあでもこれはね人によると思いますよ。平日むしろ OK どんとこい、土日は仕事なんでこのパスありがたいっていう方もいるので、そこはね人によると思いますね。なので自分にとってはこれは使えないとかね、同じ怒るんだったらそういう怒り方をした方がいいと思いますね。世間のみんながね100人全員自分と同じとは限らないので、これはちょっと自分に当てはまらないなみたいな、まあそういう怒り方というかねまあそういう気持ちでいた方がいいと思いますよ。なのでね、この閑散期にね閑散期限定パスということで
閑散期に人が少ない時期に来てもらって、そこでお金を使ってもらおうっていうのは、まあ、いい考えだと思うので、だから今回の商品をね、平日限定っていうところでなんだよこれ使えねえって言って怒ってる方はね、もう少し冷静になってみた方がいいと思います。まあ、なんでそれかね、この商品名をですね、なんか平日限定なんか複数日の来園可能パスポートとかですねまあ長いんですけど、なんか頭にですね平日限定とかっていう風につくと、これ分かりやすくて納得だったかもしれませんよね。商品名だけパッと出て、どれどれと思って仕様を見て、でなんか隠してあって、パッとクリックしてペロッとプルダウン出たら、カレンダー見てなんじゃこれみたいな、そういう風にねがっかりした方が多分いたと思うので、もうちょっとねなんか平日限定なんていう風に書いてあったら、うん、おなるほどねっていう風に気持ちの準備もできて仕様とか読めるので、そしたらね、あの分かりやすくて納得だったかもしれませんよね。で、あとこの今回みんながねないわーってがっかりしてるところはね、やっぱさっきも言いましたけど、やっぱ高いってとこですよね。月2回計6回で、うん、でそれで10時半で4万4400円と、まあこれだったら普通にワンデー買うわってなんだよって、そうやってね、あのがっかりしてる方もやっぱ多いなって思いましたね。でしかもですよ、これね子供も同じ価格なんですよね。子供も4万4400円で、これ誰が買うのって確かにそうですよね。お得度お買い得度が全くない。まあ結局ですね、今回はそれに尽きると思いますよ。まあ、さっきも言いましたけど、この仕様で2万2200円とかだったらね買うかもしれないですよね、うん、そしたらね1回3500円で今の番での半額ですからね。なので平日限定で10時半で通常の半額、それならまあ納得してたかもしれませんね。まあ、なので結局は安かったらこんな騒ぎはなってないし、まあ、こんなにがっかりも皆さんねしてなかったと思います。でね、どうしてこんなパスポートを発売したのかなんですけども、まあこれね運営の気持ちになってみて、ちょっとこれ理由を考えてみました。まあ、まずはですね、これ書き込みとかツイッターなんかであったんですけども、これね3月の今期内に発売して、なんとか今期の決算売上にこれ乗っけたかったからじゃないかっていうね、まあそういう読みもまあありましたね。まあ、これはね、なるほどね、確かにって思う反面ですね、まあ、ちょっとですね、僕的に、うん、その会社の計上とか計算といいますか、この、うん、計上方法としてですね、これ、来期、そのね、5、6、7、来期に使える商品をこれ、マイルで売って、で、その売り上げをね、今期の売り上げにこれ、つけれるのかなっていうふうに、ちょっとこれ、思いましたね。そこは違うなってちょっと気がしてて、今回のこの売り上げはやっぱり来期の5、6、7のしかるべきその季節というか、しかるべきその木に、その月につけると思うんですけどもね。まあでもそこはちょっと分かんないですよね。で今回それよりもむしろ思ったのはですね、この事前振り込みですよね。今回3月中の事前振り込みで、で利用日の変更不可で、で返金不可っていうことで、これ縛りが多いですよね。まあ、なのでこれ今期来期に関係なく、おそらく確実に売り上げが欲しかったからじゃないのかなっていうふうに、まあこれ一つの仮説があるんですよね。で要はですね、今ですね、このまん延防止等重点措置とかが出たり、まあ、緊急事態宣言が出たりとかですね、まあ、最近緊急事態宣言出てませんけども、そのたんびにですね、これ大量のゲストがですね、これキャンセルしたり日付変更したりして予定変更とかしてますよね。でその都度これクレジットカードを返金したり再度購入したりってやって、これね運営のね負担が大きいんじゃないかと思うんですよね。このお金の出し入れとかですね、クレジット会社とのねやり取りとかですね、あとこのサーバーの負担とかもあって、運営の負担が結構大きくって、でそこでですね今回縛りが多いと、要は完全事前振り込み、利用日変更不可、返金不可っていう、こういう縛りが多いのは、まあこれ確実に売り上げがね見込めるから、って絶対売り上げが欲しいから、
まあ、だからじゃないのかなっていう、そういうまあ仮説、そういう考えもまああるんですよね。まあちょっとこれね、そういう縛りをね、ゲストとかお客さんに設けてしまうのはね、今このコロナ禍のご時世どうなのって思うんですけども、まあその一方でやっぱ企業なんで、まあ売り上げは大事ですよね。で、僕もですね、前職雑誌の編集長時代にですね、これ売り上げのためにね、増刊号とか作ったりですね、これコミケなんかでね、臨時でグッズなんかも作って売ったりしたので、まあそういうふうにですね、期末年度内とか、ね、特に、ね、年度内とかに売り上げ作りたいっていう気持ちもまあわかります。まあ企業ですからね。なんだけども、だったらですね、もっとこの魅力的な商品にしてよっていう、そういう気持ちもあるんですよね。で、こんなにですね、なんか魅力のないというか、うわーっと思う、こんなん刺さる人いるんかいっていうね、こんなにはてなはてな疑問いっぱいの商品がね、出た理由なんですけども、まあ多分これですね、納得できる人だけ買えばいいみたいな、そういう逃げ道で出したんじゃないのかなっていう、そういう気もするんですよね。で、今回ですね、これなんか強制的なパスポートの値上げとかですね、なんか強制的なね、なんか年波不可避とかですね、そういう明らかなね、全員共通のルール改変とか変更だったらまあ怒ってもいいんですけども、今回こういうね、特殊な商品出しますよっていう感じなんで、まあこれね、納得できなかったら、嫌だったら買わなければいいっていう話なんで、スルーすればいいっていう話なんで、なんでそんなにまあ怒らなくてもいいんじゃないのかなとも思うんですよね。なので僕はこんなのいらないよみたいな感じで、まあそういう動画にしたんですけども、まあ嫌だったら買わなければいいっていう、まあそういう話ですよね。なんで逆に言うと、欲しい人だけ買えばいいっていう商品なんで、まあ、例えばですね、なんかこれ、なんか地下アイドルなんかとかね、二次元アイドルなんかのなんか推しのグッズと同じですよね。なんか CD5 枚でチェキ1枚ついてきますみたいな、なんかそういうね、推しのグッズと同じかなっていう気もしますね。まあなので逆に言うとですね、まあ損しない価格で、まあ年パスっぽい気分は味わえますよね。プラスチックのカードで顔写真がついてで、そのカードをね、あらかじめ前金払ったそのカードをピッと見せることによって顔写真見せて入れるわけですから、そういうプラスチックカードのそういうなんか特殊なパスポートがまあもらえますので、まあ損しない価格で年パスっぽい気分が味わえるので、まあそこに価値を感じる人だけ買ってねっていうね、まあそういう商品だと思いたい。まあ多分そういう商品ですよね。なので OLC 側もですね、まあ価値を感じる人だけ買ってねみたいな、そういう気持ちでまあ出してると思うんですよね。まあ、なのになんでここまで、まあ、みんなから嫌われたかなんですけども、まあ、結局ですね、みんな年間パスポート復活を待ってるんですよね。年パス復活を熱望していて、今ですね、まあ年パスの味を知ってる方がですね、今都度課金でインパークしてて、でそれでですね、皆さんその都度課金によってですね、財布も精神もまあ疲弊してますよね、正直。まあ僕もですね、財布も精神も疲弊してます、これ。もう本当に週一行ってるんでね。でそんな中でですね、パッと見ですね、年パスっぽいパスが発表になって、でおおって一瞬喜んだんだけども、よく確認したら、え、なんじゃこりゃ、そのこれじゃない感満載ですよね。でそこでですね、やった年パスっぽいの出た、ヒャッホーって言ってワクテカで確認してみたら、あれあれ、なんだこれ、誰がこんなの買うの、こんなの望んでねえよ、ふざけんなみたいな、俺たちが欲しいのはね、気軽にインパクトできる年パスだよってなったと思うんですよね。まあなのでがっかりしてないわって感じで、今回こんな、まあ、炎上騒ぎというか、このこれじゃない感、不満爆発してしまったと思うんですよね。まあでもね、こういう商品出したのはまあそういう理由で、多分ね、そういう理由だと思うので、まあ欲しかったら買ってくださいね、まあいらないと思ったら買わなくて結構ですみたいな、まあおそらくそういう商品だと思いますよ、今回は。はい、とか思いました。どうでしょうかね。
はい、なので、ね、ちょっと今回ね、あの前の動画で言い足りなかったこととかですね、まあ、あとはそのいただいたコメントのレスっていう形でこういう動画、はい、お送りしました。はい、よかったらまたコメント感想なんか聞かせてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。